県北プロジェクトE。この県北プロジェクトEとは、茨城県の県北地域の未来を明るくしようと思い立ち、地域経済の発展や雇用を生み出す稼ぐ事業、その拡大に思いを巡らせ始まった企業型地域おこし協力隊のことなのだ。未来の起業家はここからかもしれない。さあ、県北の未来を一緒に作ろうではないか。皆さんこんにちは、茨城大使の足立優斗です。今日僕はなんと大子町へ来ています。今回のチャレンジ茨城は、県北で活躍する企業型地域おこし協力隊をご紹介します。茨城県では地域外からの新しい視点で、県北地域の資源の活用や課題の解決につながるビジネスを起こし、その成果を地域に広く波及させることができる方を企業型地域おこし協力隊として移植し、企業に向けてのサポートを行っています。一般的な地域おこし協力隊は、自治体が決めたミッションがあり、それをクリアするために活動したり、観光施設の管理運営を行ったりしますが、企業型地域おこし協力隊は自ら地域課題を見出し、プランを提案して実行することができる制度なんです。2019年の募集開始以降、およそ80人の応募があり、任期を終えた方を含めると24人の協力隊員が生まれ、そのうち15人が起業しています。起業を実現させた方にお話を伺うため、2022年5月にオープンしたコーヒーと家具のお店、始まりにやってきました。今回足立さんがお話を伺ったのは、企業型地域おこし協力隊として活動し、3年間の任期を終えた和田マリアさんと中村聡さんです。なぜこの企業型の地域おこし協力隊、そしてこの県北地域で挑戦しようって思ったんですかね。県が主催しているローカルベンチャースクールっていう、でそこで中村君とも出会ったんですけど、はい、まあ大子にフィールドワークで来ることがあって、で大子良かったっていうふうにみんなに話してたら、まあ、企業型の地域おこし協力隊っていうのがあって、はい、移住できちゃうよっていう。最高じゃないですか。中村さんはもともと自分も東京の建築の設計事務所で働いていて、設計事務所に、はい、でもう独立したいなと思って、はい、なんかそういう新築の建築の仕事じゃなくて、こういう古いものを生かした古民家とか、はい、古い家具とかそういうのを直していくみたいな建築の仕事ができたらなと思って、地方でどこかないかなと思って探していて、はい、それで移住してきました。もうここはもともとは空き家なんですか？そうですね、築150年の建物で、すごい古い建物です。すごいですね。いや今もう目の前にですね、ちょっと抑えきれなくて、これももしかしたら手作りですか？はい、そうですね。うちで今出してるコーヒーとスイーツになってます。いただきます。爽やか。そうですね。これ多分コーヒー苦手な方も飲めるんじゃないですかね。うん、一緒に合わせてほしいなと思っているスイーツが、大子の米粉を使ったバナナケーキになります。大子に来てやっぱ食材が美味しくて、そこで和田さん、24歳の若手農家さんが作っている米粉を使い、このスイーツを作りました。足立さん、お味は？もちもちしていて、最後バナナの香りがうわーって広がって、すごい美味しいです。ちなみにそこに添えてあるブルーベリー、ついさっきいつもよくしていただいてるおじさんがいるんですけど、はい、朝どれだからって言って持ってきてくれたやつ。でも何でもあるじゃないですか。最高じゃないですか。中村さんもね、結構いろんなものを多分地域資源をいろいろ利用して、こうやって今作ってるんですよね、家具も。ここで中村さんがリメイクした家具を見せてもらいましょう。持ってきました。あ、マイカメラ。ここで全部収めようかと思います。これうちの実家とかおばあちゃん家にありましたよこれ。でもこんな綺麗に残ってるんですか？いや、錆びてたりした状態で引き取らせてもらって修繕して、ここで販売してます。うちにこう古いものあるから飾っていいよとか持ってきてくれたり、それこそ地域資源のね活用ですよね。そうですね。自ら地域課題を見出し、地域資源を活用している和田さんと中村さん。活動をする上でどんなサポートがあるのでしょうか。金銭面でやっぱりその活動費経費っていうので、はい、起業のために使えるお金っていうのが補助があって、あとはやっぱりすぐ近くに、相談する相手がいるっていう。およそ23万円の月給のほか、年間200万円程度の活動経費が出る上に、先輩起業家のコーディネーターやメンターによる月1回の面談があり、スタートアップをする上で安心な充実したサポートがあるんですね。これからね、起業する方にもし何かありましたら、ぜひメッセージを。まずやってみること、小さなアクションを繰り返すこと、でその中で結構やっぱり失敗も見つかったりとか、次はじゃあこうしていこうっていう動いていくことだと思います。なるほど。今回できたのは周りの後押しがあったりとか、制度があったりとかいうことだと思っているので、自分の思いを口に出してみるっていうのが、私も今度多分次のステップに行くときにそれをもう一度やっていきたいなと思っているところです。本当にね、素敵なお話を本当にたくさんありがとうございます。ありがとうございます。続いては現役の協力隊にお話を聞くためにフォレスパ第5に来ました。サウナで、地域おこしをしている鈴木さんにお話をお伺いしようと思いますよ。鈴木さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。足立さん、自前のサウナポンチョで登場です。というわけで早速体験させていただきました。奥久慈りんご、そして奥久慈茶の香りのロウリュ、最高。これは仕事を忘れますね。体も心も幸せになりました。いやー、鈴木さん、中のサウナ本当にありがとうございました。ちなみになんですけども、なぜ鈴木さんはこの県北地域で、サウナを活用した企業に挑戦しようと思ったんですか。観光であればなんか地域を元気にできるんじゃないかっていうのを思って、高校の時コスタリカっていうところに1年間留学をして、エコツーリズムっていうのを学びまして、で大学時代も観光学部っていう観光を特化したところで、地域資源を生かした観光の方法を勉強していまして、自然を好きになってもらえるツールとか地域を好きになってもらえるツールがサウナだなっていうふうに思って、サウナをこの県北地域でいろいろ掛け合わせてやらせていただいてるっていう感じです。なるほど、ちょっと今見えてるんですけども、これはもしかして。テントサウナで、テントサウナで、ぜひ入ってください。いいんですか。やった今日は最高だ。さて、ここからは足立カメラでお楽しみください。リスキングを体験いただきます。うおー、これは熱い。香りがすごいですね。ありがとうございます。白樺の香りです。で、これをお客さんに当てることによって、こうちょっとリラックスしていただいたりとか。すごいいい香りが。整ってます。ありがとうございます。整ってます。途中でやっていただいた葉っぱなんでしたっけ？ビヒタって言います。なんか。肺とか循環も良くしてくれるっていう。そうですね。そんな中でこの困ったこととかってなんかないんですか、やっていて。起業の方法とか、そういった情報が本当に少ない状態から入ったんですけども、この県北プロジェクト E という、プロジェクトではセミナーであったりとか、セミナー、起業する方法とかっていうのを、同じプロジェクト E メンバー同士でこう高め合いながら学ぶことができたので。それがすごく自分にとってはサポートになったと感じています。素敵な環境が揃ってるってことですよね。スタートアップ起業するにあたって。そうですね。本当に自分の好きなことであったりとか、自分のやりたいことを実現できる環境がすごく揃っていると思うので、ぜひ一緒にこの地域で、みんなで頑張っていければなと、思います。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。今回のチャレンジ茨城いかがでしたでしょうか。県北地域で挑戦する3人にお話を伺って、私も挑戦したいと思いました。活動経費の補助、先輩起業家のコーディネーターやメンターによる月1回の面談、それぞれの経験やスキルに合ったセミナーなど充実したサポートがあります。茨城県は企業に挑戦する皆さんを待っていますので、ぜひ大きな一歩踏み出してみてください。私もこの活動を応援しています。